パーか消しゴムしかなかったですけど、はい、これですよ。やっぱカウンタックっつったらクラッチ重た。いけた。はい、このままいけて大丈夫。ランボルギーニカウンタックに乗ってます。緊張する。車幅が分かんねえ。とりあえずペダル類が重たいけど大丈夫だな。よりね、あの足元が狭くてクラッチ踏むと靴がね、ない、あの内装に擦れる。あとね、ミラーはねすごく見づらい。一速ギアが結構ロングだからね、どこまでも一速で行きそうだな。水温計とかチェックしとかないとな。水温まだ大丈夫だな。とにかくね、今ね普通に座るとね、ほぼ信号が見えないんでね、ガソリンスタンドへやってまいりました。あーもう苦労した。汗かいた。まだ1キロも走ってないぐらいですけど大丈夫ですか。もう帰ろう。さあガソリンを入れてみたいと思います。もちろん歩くだよね。まずね、給油口がここにあると習いました。入った。さっき、アキさんもなんか痛がってたけど、俺も痛い。蓋をね、こう開けると、開けた蓋で挟まる指が痛い。そこに給油、そこに給油するんですか。そうよ。なんか蛍光管の蓋みたい。これ考えられてんのか考えられてないのかよくわからないところにありますね。考えてないと思いますね。今ね、ガソリンメーターが4分の1だったんで、一体いくつ入るのか。なんか、ぶわってこぼれないのか心配。これちゃんとこのノズルがカチャンとなってほしいよね。なるべくノズルを刺しとかなくね。本当にね、何やらね、給油口がこっちとあっちに両方あるらしい。タンクが2個あるの、2個あるわけではないらしいんだけど、でもあっちにもこっちにも給油口があるんで。あ、止まった。どうしたらいいんだろう。あっち側もやるべきなのか。今んとこ24リッターだから、あっちもやっぱ入るんだな。そうですね。向き変えてみるか。ちょっと大丈夫ですか。大変ですけど。
多分ど一回切り返した方が。どういう仕組みなんすかね、これね。こっちはグイグイ入っていってますよ。こっちからだったのかな。あ、30似たようなもんだね。俺はもう全然戻ってもいいんだけどさ。いやいやいや、せっかくなら高速乗ってちょっと回しましょうよ。そうだね、うん、お台場とか行ってみる。そうですね、うん。視界が不良で、ミラーがねほぼ見えないんでね、極力目視。エアコンオン。あ、なんかちょっと冷たい風来る。嬉しい、ちょっと冷たい風が来ることが嬉しい。さあ、おじさんの注目を浴びております。カウンタック。めっちゃやっぱり見られます。注目度は半端ない。最初ね、アキさんにハンドルがめちゃくちゃ重たいからと、脅されてましたが、そうでもないね。どこまでも一速ギアだ、これ。これぐらいの速度だと一速ギアじゃないとキャブがね、かぶっちゃう。これよりギア上げちゃうとアクセル踏むとかぶっちゃう。この人を頼むからすり抜けとかせんといてくれよ。排気量が大きいからトルクはありますね。ミラーがあんま見えないんでね、皆さんどいてどいて。最高の映画撮れたんじゃない？これ。
かわからないけど、距離メーターがね、距離メーターがすごい特徴的。これ縦で並んでる。37427ってね、縦で並んでるんだよね。でも数字は横に増えていくというね。面白い。台場にいる人たちって変わったく興味ないのかな。あまり見ない、ね、押せませんけど、これ、あ、ホーンこれか、あ、あったホーンボタンじゃなかった。かわいい音やった。ホーンはね、なんかここのウインカーレバーを内側にこう内側にやるとなりますね。ピャッピャって。降りてからはモモのトレーニングマシンでサウナ。無事帰ってきましたよ。帰ってきましたね。最後ですよ。もうこの。そうですよ。この絵かっこいいね。かっこいいですね。これ回してるかっこいいね。かっこいいですね。無駄に回しちゃいます。思わず多めに回しちゃうよね。やばそうだったらやばそうな雰囲気したら出してよ。大丈夫？
さあ、というわけでですね、今回はこの貴重なランボルギーニカウンタック LP400、貴重なオーナー体験的なことをねやらせていただきました。まあ、こういうもう本当に僕の憧れの車をですね、乗ってみて、まあ感無量な部分とですね、いろいろ気使って苦労するんでもうお腹いっぱいですっていうところと、改めてのこのカウンタックの存在感の強さってところをね、こうまあいろいろ体験できました。ということで、今回カウンタック編はこれで終わりまして、次回はですね、あちらに見えるなんかすごいやつがあるんですけども、あれをちょっとアキさんにまたおねだりしてみようかなと思います。乞うご期待。